印象派の画家フレデリック・バジールは1841年モンペリエに生まれ、1862年にパリの画塾に入り、1860年代には画面の奥の家々の並ぶ方へ体を向けるいとこの姿を描き、画家の親族たちを表し、木陰と明るい背景の明暗のコントラストや鑑賞者に顔を向け視線を送る頭部が印象的な集団肖像画を制作しました。それから夏に木立の間で水に浸かりレスリングをする半裸の男たちの姿を表して男性的な肉体の表現を試みています。1870年にはアトリエにいるバジールと仲間たち、その作品を描写し、バジールを取り巻いていた芸術的な環境を示す絵を描きましたが、この年、普仏戦争に従軍し、ボーヌ・ラ・ロランドで戦死しました。